稻盛和夫被誉为日本经营之圣，曾在不景气时代创办出世界级的企业。天下杂志远赴日本独家专访，将稻盛和夫毕生的经营秘密浓缩成四大精华。悪い時にはですね、耐えるといいますか、その辛抱するといいますか、慌てていろんなことを買ったりもするのにし、耐えていくということが必要だと思います。その不況に何度も遭遇しましたけども、その不況に遭遇した時に私はその新製品開発というものに非常に力を入れました。つまり景気がいい時にはいくらも仕事が来ますから、その今その注文したものを作るときに精一杯暇がありませんけど、不景気になってくると暇がものを作るものがありませんから暇になるわけです。で、美しくて清らかなもの、そういうようなものが心の中にベースにあって、それが技術開発や経営管理技術を伸ばしていくというふうにしなきゃいけませんから、そうそう、そういう美しい、強くて美しくて清らかな心を作ってみるというためには、自分が毎日毎日心を自分で磨くようにしなきゃ、つまりそういうダーティーな汚い、つまり自分だけ良ければいいというような、そういうような心が起こっている時にはそれを抑えて美しい心に。私は一生懸命真面目に働くという、つまり情熱といいますか、それが人よりも高ければですね、私は人生はうまくいくというふうに思っています。それともう一つは、その人の心に思う考え方という、その心にどういう思いを抱くかという考え方を持つという、それによってですね、それも非常に大事だと思っています。だから人生というのは能力で決まるとみんな思っていますけど、そうじゃありませんよと。それは人生をどういうふうに一生懸命生きようと思うか、情熱がいります。私と同じようなその経営に対して責任感を持って、そして自分のプライベートな生活を犠牲にしてでも、その会社を守っていこう、会社を発展させていこう、また会社の中には従業員がいますから、その自分のその社長の自分の家族の生活は大事ですけれども、それよりも中に住んでいる従業員の家族の人たちを守って。做任何事都强调敬天爱人，稻盛和夫展现大爱思想的企业哲学，在这不景气的年代更显珍贵。